大東は大東海運が所有する貨客船である。那覇港と離島である南大東島及び北大東島とを結ぶ航路に就航している。大東諸島に生活物資を運ぶ唯一の船であり、大東諸島の住民の生活には欠かせない船である。カーフェリーではないので、本船で乗用車を運ぶことはできない。現在の2代目大東は 2011年5月27日に就航した。仙台とほぼ同じトン数であるが、若干船体が大きくなっている。定員数は同じ。フィンスタビライザーを搭載しているため、仙台に比べて横揺れに強くなっている。船内はバリアフリーに対応しており、客室は仙台と同じ区に等のみであるが、定員分のベッドが設置され、それとは別に、 公室に座席が設置してある。他に喫煙所が設置され、分煙化が図られている。また、船内には、島の観光案内や、南北大東等の小中学校の校歌を紹介する観光紹介コーナーがしつらえられている。全甲板に12フィート輸送コンテナを積載しており、大東諸島での上陸の際に人もコンテナ台の檻に入れられて乗降する場合がある。ただし、 二役がないなど特別な場合は、橋け渡しとなることもある。大東丸の大戦として、山中造船で建造され、1990年2月9日に、竣工5月2日に就航した。2004年12月に、日本財団主催で、沖ノ鳥島へ、初の民間視察団、沖ノ鳥島の有効利用を目的とした、視察団が訪れた際には、沖縄、 那覇ハ光港と沖ノ鳥島の航海にチャーターされた。だ、伊藤の就航により、2011年5月19日の航海をもって引退した。その後、フィリピンへ売却されレディー、マリー・ジョイさんとして就航している。船内は2棟のみであるが、2段ベッドの4人部屋、サジキ席の2種類があり、先着購入順に割り当てられた。他に1室だけ特別室を設置。 売店はなく自動販売機と衛星電話の公衆電話、冷水機のみ備え付けられていた。他に共用スペースとしてサロンがあった。ありがとうございます。